クリソツ大集合。クリソツとはそっくりの俗語で、ジャズマンや芸能人が好んで使った言葉です。例えばクリソツとしては、三倉真奈と三倉佳奈は一卵性双生児でクリソツです。蒼井杏奈と蒼井玲奈も一卵性双生児でクリソツです。象印と印章は漢字を逆さにしたクリソツです。回文も逆さまに読むと同じになるのでクリソツかもしれません。まだまだクリソツはありますが、死語として古い言葉になっていて、今ではあまり使われません。それでも言うなら、顔がそっくりな人をドッペルゲンガーと呼びます。ドッペルゲンガーは、世界中に存在すると言われています。双子も、顔や体型がそっくりな人です。双子は、遺伝子的に同じため、そっくりになるのです。芸能人の中にも、そっくりな人がいます。例えば、草なぎ剛と牧原紀之、女優の綾瀬はるかと歌手の浜崎あゆみなども似ていると言われます。ベテランメイクさんにかかると本当にクリソツになるかもしれません。私はテレビ CM で、広瀬すずと広瀬アリスをよく間違えていました。自然界には、そっくりな形をしたものが存在していて、例えば、雪の結晶は、どれも細部で形が違いますが、よく見ると、ある程度似通っている部分があります。また、岩焼きなどにも、そっくりな形のものが見られます。だけど精通した専門家には、違ったものに移ります。また、バードは、会話型大規模言語モデルのラムダとよく似ていると言われます。ラムダは、大量のテキストデータでトレーニングされており、文章を生成したり、言語を翻訳したり、様々な種類のクリエイティブなコンテンツを作成したりする能力があります。このように、世界には、様々な種類のそっくりな人やものがあります。それは、偶然や自然の摂理によるものなのか、それとも何か別の理由があるのか、はっきりしたことは分かりませんが、私たちを驚かせてくれる存在であることは間違いありません。